の仕組みを知ってもらおうと病院の体験ツアーが開かれました。参加したのは中国やアメリカなど8カ国22人です。受付、診察といった一連の流れを実践して回ります。日本に来てから、来て以来からあまり病院にいたことがないです。保険のあり方とか診察のやり方は少し違うので。県内にはおよそ6500人の外国人が住んでいて、その数は毎年増えています。鹿児島市の米森病院では、事前に電話申請があった場合、英語などでサポートを行うということです。